皆さんこんにちは。今回は、先日出した情報募集動画の募集結果をご紹介していきます。なかなか解決が難しいものばかりだったと思いますが、多くの情報をいただけました。ありがとうございます。一つ目、昔見たミュージックビデオ、スカパーの音楽系チャンネルで見た MV を探しているという話でした。これに関してですが、情報をいただいております。Your Song is Good の Goodbye という曲の PV だったという情報をいただきました。リクエスト主さんにも確認していただき、曲自体はこれで間違いないようですが、肝心の PV が見つかっておりません。Twitter にも似たような目撃証言があり、おそらくこちらのツイートかと思いますが、スペースシャワー TV というチャンネルで流れていたものだったそうです。内容も、人形を食べてしまうというもので証言と一致しており、このチャンネルで例の PV が流れていたのは間違いなさそうです。このミュージックビデオの映像について、どこに収録されているのか、ご存知の方がいらっしゃればコメントお願いいたします。二つ目、心霊番組のワンシーン、テレビで流れたとあるワンシーンについてのリクエストでした。こちら、情報をいただいております。映画、エクソシスト、ではないか、というコメントをいただきました。結構有名なホラー映画ですが、この映画に白い服を着た少女が登場し、証言のように悪魔の顔になるシーンがあります。この件について、私も改めて映画を見て確認してきましたが、確かにほぼ証言と一致しておりましたが、少女の腕が取れる、というシーンはないんですよね。有名な映画なので、日本の心霊番組でもワンシーンが流れる可能性はあるかと思います。しかし、腕が取れる場面がないので、違うかもしれませんが、この映画に心当たりはないでしょうか。三つ目、20年前に見た映像、20年くらい前に、NHK の英語系番組の歌枠で見た映像を探しているという話でした。こちら、未解決となっております。ありがたいことに、多くの方から、これではないか、という情報をいただいたのですが、リクエスト主さんに確認いただいたところ残念ながら、どれも違うとのことです。これについて少し補足情報がありますが、曲調が、じゃーん、じゃじゃーん、と音が鳴って不気味な感じ、だったそうです。こちら、引き続き情報を募集しております。四つ目、生き霊が写った写真、何かの番組で見た、心霊写真を探しているという話でした。前回、杉本彩さんが撮影した心霊写真ではないか、と紹介しました。こちら、リクエスト主さんに確認していただき、これで間違いないそうです。というわけで解決とさせていただきます。この写真、奥に顔が写っておりますが、霊媒師曰く杉本さんの知人の生き霊だそうで、話を聞いてもらいたいという思いを持っているとのこと。杉本さん自身も心当たりのある人物らしいのですが、本当であれば霊媒師さん、すごいですね。5つ目、天体観測が ED のアニメ、バンプオブチキンの天体観測が ED で流れたアニメを探しているという話でした。この件、ちょっと不思議な話で天体観測が ED で流れるアニメは存在しないのですが、リクエスト主さんはそのアニメを見たという記憶があるそうなのです。これに関して、多くの情報をいただきました。一番多かったのが、フラッシュアニメではないか、という情報です。2000年代前半、多くのフラッシュ作品が流行しましたが、その時に天体観測が BGM に使われた作品が多くあったそうです。証言と似た作品も見たことがあるという方もいらっしゃいました。しかし、フラッシュとなるとサイト自体が閉鎖されていることも多く、当時の作品すべてを調べることは難しそうです。もし似た作品をどこかのサイトで見たという方がいらっしゃればコメントお願いします。どこのサイトかわかれば、もしかするとフラッシュファイルだけでも過去のアーカイブから取れるかもしれません。また、マット作品や ED 差し替えではないか、という話もいただいておりました。テレビで見た、とは書かれていなかったのでネットで見たのであれば、これらの可能性も考えられます。こちらも引き続き情報をお待ちしております。
6つ目、花が咲いた女。2011年くらいに YouTube で見た動画を探しているという話でした。こちら、前回の動画で胸一面に肉片の花が咲いた女、ではないか、とお話ししました。もうちょっと調べてみると、過去に YouTube にもアップされていた形跡がありまして、証言と一致しますので、多分解決とさせていただきます。実はこれ、検索してはいけない言葉としても有名だったようで、胸一面に花、と検索すると出てくるらしいです。かなりグロいので、見ることはおすすめしませんが気になる方は覗いてみてください。7つ目、ボンボンのホラー漫画。1990年代にデラックスボンボンに掲載されていたホラー漫画を探しているという話でした。こちら、情報をいただいております。まず、図書館で確認してくださった方の情報です。デラックスボンボンを実際に閲覧して確認したそうなのですが、該当するような話はなかったそうです。また、増刊号で見たという話もあり、リクエスト主さんによればこの話で間違いないとのことでしたが、先ほどの方も図書館で増刊号を調べたところ該当するような話はなかったとのことでした。しかし、すべてを調べられたわけでもないそうで、もしかすると未確認の増刊号にあるのかもしれません。上記の内容について心当たりのある方コメントいただければと思います。8つ目、幼少期に見たアニメ。2005年から2008年頃に E テレで見た人形劇を探しているそうです。こちらも多くの方から情報をいただいておりまして、多分解決とさせていただきます。いろいろと候補を教えていただきましたが、最も証言と一致しているのが、がんこちゃんとバケルの小学校のコラボ回です。映像自体は見つからなかったのですが、内容を教えていただき、証言と一致していることを確認しました。また、この回は、がんこ、バケルの大集合スペシャル付きがドッスン大騒ぎ、というタイトルで、2005年7月29日の午前9時に放送されたものです。タイトルや時期も一致しますので、おそらくこの回ではないかと思われます。以上、今回の情報募集結果になります。今回も、数多くの情報をいただいたり、実際に調査をしてくださった方がおりました。本当にありがとうございます。今までの動画も含め、引き続き情報を募集しているものもありますので、何か進展がありましたら、改めて動画なり Twitter なりで告知させていただきます。それではまた明日の募集動画で会いましょう。